時刻圏開始やりモード作っていく。初めてニヤニヤチャンネルを見るってそこのあなた、あなたですよ。そう、あなたです。今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、やってまいりましたニヤニヤチャンネルの作ってみたシリーズ、時刻圏開始やりモード作ってみたを今月はお送りしていきたいなと思っております。これね、まずね、7枚用意するんですよ、このボード。そこがまずちょっと気持ちが一瞬折れたポイントでございます。これをね、ペタ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 とずっとこうね、 Gボンドをつけながらやっていくわけですが、これがねすごい大変だったんですよね。 Gボンドの消費量、今まででナンバーワンでした。なのでめちゃくちゃ減ったんでね、次買い足さないといけないぐらい使っちゃいました。で、まず2枚貼り合わせたところで、こういった感じで三つ股のね、ここに芯を入れていっております。ここがね、やっぱりね、あるとないとでは、出来上がりの時の剣を例えば振った時とかのブレが少ないんかなと思って、剣ボード作った時もここに入れたらよかったなと思ったんですけど、もう気づいた時よりも遅くて、なので今回はこの早い段階からこうやって芯を入れて、ちょっとでもね強度を高くしようかなと思って入れました。これはねアルミのパイプみたいなやつを入れてるので結構強いと思います。で、同じようにまあ蓋をして、これがまあ真ん中の位置になる部分でございますね。そう、3枚目を取り付けております。ここしっかり端をね合わしながら貼っていくのがポイントです。で、これ2メートルのパイプを用意してください。直径が 2.5 センチぐらいのがベストかなと思います。僕は近所に江南があるのでそこで買ったんですけど、そこはね、直径2センチとかのがあったんですけど、それ振ってた感じ、ちょっとワンワンって振った感じが、2メートルで、直径が2センチだとめちゃくちゃしなるんですよ。なので、2.5 センチがベストだったのかなと思います。3センチにしてもいいかなと思ったんですけど、ちょっと太すぎるような気がしたんで、おすすめは、まあこれしか作ってないですけど、おすすめは 2.5 センチ、直径 2.5 センチのパイプがおすすめかなと思います。で、こんな感じで、パイプがね、入る部分の溝を作りながらやっていって、で、これね、一気にボードを、例えばその5枚分の芯を抜くんですね、ここ。でもね、5枚を貼り付けた時に一気に抜くと結構カッターの刃が通りにくかったりすると思ったんで、まあ2枚貼り合わせたら芯部分を切り抜くっていう感じでやっていきました。でね、これがね自分の中でも正解だと思ってます。まあ今までね正剣を何本か作ってきたじゃないですか。ここまで今回大きいの作るの初めてなんですけど、やっぱりねちょっとね剣サイズの方がやっぱり作った後も飾りやすいしいいかなと思ったんですよ。で、ちょっと以前コミュニティの方で次こんな武器作ってほしいとか、なんかリクエストありますかって聞かせていただいて、まあ結構コメントいただきまして、その中でもねガイムが結構人気だったんですよね。ガイムの武装セーバーとか、なんちゃら DJ 銃、何やったっけ、ひなわ代々 DJ 銃やったっけとか、あとちょっと面白そうやなとか結構作りやすそうやなと思ったのが、クーガの何やったっけ、タイタンソードとか、まあ、コメントいただいてたので、ちょっとそれをやってみようかなと思ってたり思ってなかったりするんですけど、まあね、まあ、次はアタッシュカリバーは作りたいんですよ。せっかく、僕も01の、ガワコスも持ってるので、
それをちょっとね、やっぱセイバーが完成してから、ゼロワンをね、着る機会っていうのが減ってきてるので、まあなかなか活躍する場面は少ないかなと思うんですけど、なので、まあ特に、よりゼロワンも今後たくさん着ていきたいなっていう意味も込めて、アタシカリバーであったりとか、あとは何持ってたっけ？ビルドか。ビルドの武器、ちょっと名前忘れたんですけど、あのドリルがついてる剣か、剣と銃に変形するやつですね。あれも作りたいなと思ってたりとか、あとは、あ、ドライブのハンドル剣のコメントもいただきましたね。ドライブも一応ね、ガーコスはあるので、いいなと思うんで、まあ、一応、ちょっとね、タイタンソードはちょっと気になるところではあるので、作っていこうかなと思っておりますので、そちらの方も、楽しみにお待ちいただければなと思います。もしね、こんな剣作ってほしいな、仮面ライダー以外でも全然 OK なんですけど、例えば僕が大好きなワンピースのシャンクスが持っているグリフォン風の剣であったり、なんちゃらレンジャーのなんちゃらソード的なやつとかもなんかあれば、リンクスあればちょっとコメントの方にどんどん書いていただければなと思います。っていう感じでね、全然関係ない話をしておりましたら、どん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 作業が進んでおりまして今日はですね、あの槍ボードのこの先端までっていう感じなんですけど、これねちょっとね太すぎるんで、これどうしようかなと思ってるんですよ。めちゃくちゃ太って、芯が 2.5 あるでしょ、直径。それプラス1センチ。それプラス1センチだから 3.5。この真ん中の槍であれば、太さで言うと 4.5、5センチ。5センチぐらいの太さあるんですよ、この剣先って言うんですか。だからね、なんかね、あんまり見た目がかっこよくないんですよね。なんか、モテっとした感じ。なので、これちょっとね、うまいこと削って削って、ちょっとね剣先を出していこうかなと計画しております。まあこのままいっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと変更もしながら、試行錯誤ねしながらやっていこうかなと思っております。これね塗るの結構使うんですよね。やっぱりね、気候が暖かくなってきたのもあるのかなと思うんですけど、Gボンドの、ね、乾きがねやったらと早いんですよ。なので冬場は結構ね今まで作ってきて作業がしやすいというイメージがあって、夏場は結構乾くのが早いのでやりにくいというイメージがあるので、今後ちょっとねペースがなんか下がってきちゃいそうな、あーできた。今日はここまででございます。また来週も絶対見てくれよな。ご視聴いただきありがとうございました。今回のこの説に該当する仮面ライダーは、平成以降130人もの仮面ライダーが登場しているにもかかわらず、10名ぐらいしかいませんでした。まず一人ずつ紹介していきたいなと思います。それが仮面ライダーギル、アナザーアギト、仮面ライダーシュキ、仮面ライダーローズ、仮面ライダーマットローズ、仮面ライダーホロビ、仮面ライダージン、仮面ライダーイカズチ、仮面ライダーナキ、仮面ライダーカリバー。今挙げた10人の仮面ライダーにある共通点があります。皆さんはお分かりでしょうか。答えは5月10日7時半より公開の動画をご覧ください。